こんばんは。よし。おお、いっぱいありがとうございます。やっほー。ありがとうございました。楽しかった。リリーベ最高。イエーイ、スバイビー。リリーベ最高。あるんです、見てください。全部なぞってる。聞こえる？パセリの声聞こえる？らしいです。息をする心リリースしました。ポンポンポン。そう、詳しくはパセリの声で。イエーゴーさん、クッキー、ソリワさん、パンダ、ありがとう。柴田純さん、世紀末の人間さん、ソリワさん、クジマサさん、ガントチャートさん、ソリワさん、カタカナのトカさん、夢見心地さん、ヒラリン、キャスケットさん、クジマサさん、ソリワさん、マフェリアスさん、ギフト、ありがとうございます。ブラボー、ありがとう。ガントチャートさん、サリヤマさん、アオチさん、ユキさん、ありがとうございます。シュンボーさん、ゲストありがとう。どうもありがとう。今日はリリーベでした。皆さん、ラゾーナ川崎にお越しくださったそこのあなた、そこの君、ありがとうございました。会えて嬉しかったよ。好きだよ。好きかどうかわかんないよ。これからにか、これからのね、行動によるからね。好きか嫌いか分かれるから。今好きって言ったけど、この息をする心のリリーベ以降のあなたの行動で好きかどうかが決まるから。今好きって言ったけどね。なんでも噛んだこと言わんでいいやん。別に別に噛んだってさ、いいでしょ。特典会でのお見送りもね、楽しかったです。おみかんさん、あつよしさん、けいちさん、ギフトありがとう。長崎県民さん、としやさん、ポピさん、ジョーくん、レフトさん、アルフォート Q さん、かわさん、ギフトありがとう。
トゥ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 ルルルツンデレじゃないんです。会えてよかったね、昨日今日とみんなに会える時間があって超嬉しいです。超超超いい感じ、超超超超いい感じ。よしぽんさん、パンダありがとう。スケジュール合えば行きたかった。そうですよね。よしぽんさん、ボールありがとう。よしぽんさん、クッキーありがとう。見つけたよ、小島ニア。ありがとうございます。紫とオレンジのペンライト振ってくれてたの見たよ。でもなんか不思議な感じなんですよね。私は高校生の時に A ピンクさんの K-POP の A ピンクさんっていう A ピンクっていうグループが好きだったんですね。でそれでラゾーナ川崎で普通にイベントに行ったことがあるんですよ。だからイベントを見に行ってた側が何年越しかに自分があのステージに立って踊ってる、歌ってる、喋ってるみたいな、なんかもう今振り返ったら信じられないなって、あれはこれは現実なのかみたいな気持ち、なんか信じられない。そう、見る側だったのに見られる側になってて、いつの間にか夢のようです。しかもそれ一人で行ったんですよ、そのイベントに。で一人で見て一人で帰ったから、なんかね今回はみんなとステージに立ってみんなで STU ですって一段となって言えたこと、なんかこう出られたことがすごい幸せだなと思って、なんかすごい今日の幸せをかみしめました。あとさ、やっぱさ発売日当日にできるっていうのがさすごい嬉しいよね。レフトさん、ウリンチャソギフトありがとう。ミハヒナさん、キノコのカパパさん、アナブンさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。カタカナのタカさん、パンダありがとう。まあでもね、現場じゃなくてもさ配信があったからさ、配信で見てくださった方もいますよね。ありがとうございます。リコーダーも今ないから吹けない。でも私さめっちゃ上手くなかったリコーダー。こんばんは。まさきさん、ソリオさん、ギフトありがとう。なんかね練習したんですよ、そのコーナー、そのなんか企画があるから、なんかリコーダーを一応練習しましょう的な感じで2期生だけで練習したんですよ、事前に数分前に。でそしたらなんか、もう忘れとるって言っとったのに、なんか持って吹いたらなんかね記憶がねパッてねボワーって蘇って、普通にチューリップ全然弾けた、最初から最後まで。ドゥ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 。そうよ、もうずっとリコーダーなんか吹いてないのにね、なんか思い出したんだよね。そう、でも確かに私ね音楽のね成績悪くなかったんですよ確かにそんな悪くなかった。なんか楽器とか
あの木琴とか鉄琴とかあの打楽器とかあれとかね結構ねポン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 ってなんかうまく叩いてましたよ。結構そうなんですよ、結構音楽的センスはね昔からねないことないんですよだからねあのピアノとかも弾けないんですけどなんとなくで弾けたりもするんですよ。あのその両手でダンダンダーンみたいなのはできないけど、なんかある程度その曲の曲を例えば花だれとかだったら片手でなんかこう大体こんなここら辺かなみたいなこの音かなみたいな感じで弾けたりするので、なので結構センスないことないんですよあの音楽的センスはねまあないこともないそう、こんばんは。どや、まあ、たまにはどやらせてよ私もどやらせてくださいよたまにはだからね、なんかピアノなんかあの電子ピアノを買おうとしたことあるよ。それでない、あのね弾けるようにならないかなって思ったことある。買ってはないです。そうでもさリコーダーがさ結構うまく弾けたってことはさハーモニカとかさなんかうまくできるかもしれんギターはねむずい、ギターはむずい、むずいむずい。ギターは今もう諦めてクローゼットの奥にしまってあるわ本当に本当に本当に。ウリンチャソーカープボーズ青高さん馬一筋さんサッタンさんウミガメさんカタカンタカさん豊中のヒロさんヨッコラさんテツリさんソリオさんギフトありがとう。ダースーさんマサキさんありがとうございます。でもなんかさ今日さマネージャーさんにそのリリーベが終わった後さ珍しくっていうかなんていうかなん、あなんかなんか褒められた褒められた、嬉しかった、褒められた。珍しくもないんやけど褒められること。でもなんか改めて文章でなんか褒められることなかったから嬉しいと思ってなんかコメントがすごく頼もしくてなんかコメントの仕方も上手になってたよって言われて、なんかお仕事の幅を私も増やしていけるように頑張るからねみたいな感じであの LINE が来てました。ランダム生写真あやこじりた、おおやったね悪気のないあいこじに笑った。そう、川さんクッキーありがとう、嬉しいですめっちゃ。でも私さ最後のさコメントさ当てられるって思ってなかったからさ結構とっさになんか思いついたことというかなんというかとっさの判断でなんかあちょっと言わないとみたいな感じで言ったので、なんかすっごい薄いコメント言ったような気がしてすごいねあーやっちまったって反省したのその瞬間に。
そうアドリブなんですよ。考えてなかったの何にも。あやばい、私当てられたと思って。そうだからね、焦った焦っちゃいました。ラフィオンさんボールありがとう。 STU 全体のことも言っててよかった。あなんかそれすごいなんか言われた、嬉しいいいです。そう瀬戸内の風を届けられたかなってとか言ったんだけど、なんか変なこと言った気がすると思って本当に汗かきました。一番汗かいた、パフォーマンスじゃなくて一番そこで汗かいたうん、今日のメイクいい感じなんですよね。ははは。おみかんさんお疲れありがとう。トシヤさんクッキーありがとう。可愛くてごめん、うん、こんばんは。生まれてきちゃってごめん。この2日間本当に楽しかったです。平日にもかかわらずたくさん駆けつけてくれてありがとうございました。これからバルガメ香川でのリリーベ瀬戸内巡りも待ってますし、あと来週、一応来週になるのかな、幕張のね、SDU 祭りとかもありますし、結構イベントがこれからも待っているので一緒に楽しんでいきましょう。そしてもっとね花だれを超えていけるように頑張ろうって今日改めて思ったので、私自身のそのスキルのレベルアップもそうだし、 STU 自体なんかグループもねどんどん底上げできていけたらなと思ってます。うん、こんばんは。みーくん、ガントチャットさん、くじまささん、ギフトありがとうございます。ほほほほ、隣のだったら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 、宮本さんクッキーありがとう。あそういえばね、なんかね今日特典会でね、私の姉と一緒に働いてるなんか女性の方がなんかお姉さんと一緒に働いてるものですって言って、お姉ちゃんはいなかったんだけど、お姉ちゃん の, 同僚の方が特典会に来てくださって、びっくりしたんですよ本当に。私に向かってなんかすごいこう私にめがけてなんかこうすごい目合わせて来てくださる方がいるなって思ったんですよ。その2個前ぐらいにから、あなんか女性の方がおすごいなんか私になんかこう伝えようとしてるみたいな、その雰囲気が
あって、でそれでなんかえなんだろうって思ってて、そしたら私にそのもうスーってまあ去っていく結構早い流れではあったんですけど、なんかお姉さんと一緒に働いてる同僚のものでなんか一緒に働いてるものなんですって言ってお姉ちゃんのお姉ちゃんのねお姉ちゃんの同僚のね女の人がね来てもらってなんかもう本当に嬉しくて、でもなんかちょっと面白かった去っていったからスーっていったから、でもめっちゃ嬉しかったです。もしこれを見ていたとしたらありがとうございます。あったから後でお姉ちゃんにも LINE しようと思う。今思い出した、そうだそうだそうなんですよ。めっちゃ嬉しくないですか、そんなね。こんばんは、プリンちゃん、ゆうさん、みがめさん、ギフトありがとう。びっくりしたよね、本当に。今日めっちゃ肌のなんか質がいいんだけど、こんななんか肌質いいことある？めっちゃ肌質いい。いいやん、みんなにスクショタイムをねあげる。終わってない。じゃあちょっとあの配信終わりたいと思います。では終わります。13位馬一筋、12位カジさん、11位ウリンチャソ、10位夢心地、9位ヨシポン、8位マフェリアス、7位アウタカ、6位アツヨシ、5位ソリオ、4位ウミガメ、3位カタカナのタカ、2位クジマサ、1位ガントチャート。呼び捨てバージョンでしたね。2日間ありがとう。また皆さんと会える日を楽しみにしています。ありがとうございました。超えてゆけ STU、 たくさん息をする心を聞いてください。今日はリリーベありがとう。昨日のお渡し会もありがとう。楽しかったよ。これからも一緒に楽しもうね。おやすみ。
すみ、ありがとう、バイバイ。会えて嬉しかった。